皆さんこんにちは、亀屋薬局漢方薬剤師の古賀です。このチャンネルでは皆さんと一緒に中医薬や漢方薬を一緒に学んで楽しく人生を過ごすためのヒントを考えていきたいと思います。この2021年最初の動画になりますけども、何をですね撮ろうかなと思った時によくよく見返したら、私このチャンネルを作ってまだ自己紹介というのをねまだやってなかったもので、今更なんですけども、ちょっと最初の動画ですので自己紹介をね簡単にさせていただきたいなと思いますので、簡単な動画になりますけどね、よかったらお付き合いください。よろしくお願いいたします。それでは2021年1回目いってみましょう。はい、今日はですね、雪が北九州ひどくてですね、ちょっとこんな時間にね撮ってるんですけども、自己紹介ですね、どういったところから、改めてね自己紹介というのを特に何を話せばいいかわからないんですけども、いつも私、漢方薬剤師の古賀ですっていうことで言ってますけども、名前はですね、古賀健二と言います。44歳ですね。職業はもちろん、薬剤師で、漢方薬剤師って言ってるのは、分かりやすく皆さんにお伝えするために言ってるんですけども、別に漢方薬剤師っていうそういう専門の呼び名っていうのはないんですけども、あくまで薬剤師ですね。でそういう資格はないんですけども、現在は漢方メインに亀屋薬局でやらせていただいてますけども、その前はですね、もうここに来てそうですね15、6年になるんですけども、その前、薬剤師になりたての4年間っていうのはもうバリバリの、保健調剤をやってたわけなんですけども、その科っていうのが心療内科ですね。当時は精神科って言ってましたけど、その心療内科と、あと小児科、これがねメインの調剤薬局で、1日だいたい150から200枚ぐらいですね、200人ぐらいで処方箋が来てるようなところで、その半々ですね、心療内科の調剤と小児科の調剤とあるようなところで、そういうところでね4年間、仕事をしておりまして、なかなかね、こういう心療内科と小児科っていう、どうかすると両極端なところはあるんですけども、この経験はねすごく面白い経験でした。小児科はお薬の粉薬とあと水薬ですね、これを非常に作るんですよね。ですから薬を作るので非常にこう作りがいもあったし、粉の計算とか、力化って言いますけどね、そのお子さんと体重にちゃんと合致してるかってもう瞬時に計算できないといけないとかで、心療内科の方では、いろんなさまざまな薬が出ますんで、そういう薬の種類を覚えたり、特にあともう一つはその循環器とか内科のお薬とかもね非常に勉強になりまして、でやっぱり3年ぐらい過ぎた頃にですね、ふとね疑問が出てきて、自分にもっと、できることはないのかなっていうふうな疑問がふつふつと湧いてきまして、そんな時にですね、ちょうどうちの実家もですね漢方薬局をやってたんですけども、その、父の関係でちょうど漢方薬局の先生の、講義をね聞くことがありまして、そこでその話を聞いた時に非常にね面白いなと思って、薬剤師って私が考えてた幅を大きくね広げるきっかけになったんですよね。それがその漢方薬局の先生のお話だったんですけども、それでちょっとやってみたいなというのはあったんですけども、なかなかねどこでどういうふうに、実家が漢方薬局なので、実家で、教えてもらえばいいんでしょうけども、なかなかねこれ父にそれをお願いするっていうのは当時の私にはなかなかできなかったもので、どっかいいところがないかなと、探してたんですよね。あとはやっぱり自分の中でどうしても漢方って そもそも効くのかなっていうのがどうしても私の中にあって、どうしてもこう薬学部では漢方っていうのをいわゆる小薬学としては習うんですけども、そんなにこう時間を取って習うことはないんですよね。ですから正直この漢方薬っていうのは現場に出て学んだりとか、興味のある分野として自分から学びに出たりとか本を読んだりするっていうような学び方しかできなかったので、やっぱりちょっとねどういったものかわからなかったんですけども、ある時ですね、小児科をやってますからいろんなものをやっぱ移されることあるんですよね。で当時一番この冬にかかりたくない病気、今はコロナかもしれませんけども、一般的には、この嘔吐下痢症、ノロウイルスとかロタウイルスがありますけど、あれはね非常にきついんですよね。結構ひどい嘔吐下痢症になりまして、
まあ、家で寝てたんですけども、その時にうちの父から五蓮さんっていう漢方薬を渡されたんですよね。で、私、まあ、五蓮さんぐらいはもちろん知ってましたんで、ただこんなにひどい嘔吐下痢症がその五蓮さんでどうにかなるわけないだろうと思ってたんですよね。まあ、ただ何も特にこういう嘔吐下痢症に飲むものがなかったので、まあ、言われるがまま飲んだんですけども、それがね、治りかけだったのはもしかしたらあるのかもしれませんけども、 2,3 回飲んだだけで非常に回復が早くてですね、非常に驚いたんですよ。これが漢方の力かと、その時ちょっと思いまして、そんな中、まあ、同じ薬剤師として、まあ、うちの父は漢方を専門にしています。で、まあ、私はその西洋薬だったんですけど、ちょっとそういうことで漢方薬にちょっと興味が湧いてきて、でたまたまその時に、まあ、この今私がいるこの亀屋薬局ですね、ここを紹介してもらって、まあ、そこに就職するわけなんですよね。でもそれからはもう、まあ、専門にそれをやっていくってことなので、まあ、非常に勉強の日々だったんですけども、まあ、そんな中ね、まあ、どういうあれかここの4代目としてね任せてもらうようになって、まあ、今に至るんですけども、まあ、その途中でいろいろ相談を受けながらですね、まあ、私自身に何かこうできることってないかなって言った時に、まあ、ちょうど年齢的にもこの子宝相談とか妊活っていうのがちょうどありましたので、まあ、そういうご相談とかも自分の一つの味としてやるようになってきたんですよね。それをやりながら思うことがですね、この子宝相談に限らないんですけども、非常に養生の仕方っていうのを分からないっていう方っていうのが結構いらっしゃるんですよね。で、まあ、ここに来てもなんか漢方薬で改善したいっていうのはもちろんあるんですけども、これ漢方薬だけではなかなか限界があるんですよ。これは西洋薬でも一緒です。で、これはやはり日々の養生ですね、そういったものを土台があって、そこに漢方薬とかあるいは西洋薬とかそういった手術とかそういったものが乗っかってくると回復力が非常に速くなるので、これはやはり養生の仕方を知らないといけないなっていうことで、そしてですね、こうセミナーとかそういったものを開催するようになりました。ただまあ去年いっぱいはね、なかなかこのセミナーというのは開催できないので、まあ、どうしようかなと思った時に、まあ、こういう動画で発信するっていうことで思いつきまして、あとはこの動画で発信すると、まあ、それがずっとね繰り返し見ることができるっていうのもありまして、やっていってるんですけども、このね動画資本論っていうわけじゃないですけど、まあこの一つの私の財産としてね、こうやって動画で養生法を残すと。で、この養生法、漢方の養生法のいいところは5年10年でなかなか廃れるようなものじゃない、結局その本質的なところの、養生になりますので、まあ、そういったところを頭に入れておくことで、いざちょっと病気になりかけてるなっていう時に自らその対応ができるっていうのはやはり覚えておいて、やっぱメリットがあるんですよね。で、それでもちょっと追いつかないっていう時に漢方薬があったり、まあ、病院のお薬があったりしますので、まずはこの養生法を覚えていただくっていう、まあ、そういうところにちょっと特化してこういう、薬局のから発信するっていう動画を、撮り始めたっていうことなんですよね。ですから、まあ、これからどうしていきたいかっていうのは、まあ、養生っていうのは一つこのその人のっていうか、まあ、生き方も含めての養生になりますので、まあ、これをねやはり皆さんに伝えていきたいなっていうことで、今年も2021年もしっかりいろんな養生法とか、前回おとその話しましたけども、ああいう昔からある季節季節の養生法ですね、先日は七草がゆもありましたし、まあ、そういう古来の養生法も含めて、皆さんにお伝えしていければと思います。はい、でそれではね、今日は、まあ、自己紹介というか、まあ、私の、まあ、活動も含めてですけども、まあ、そういうことをね皆さんにお伝えしたくて、まあ、こういう動画を作っておりますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。